周りの人はネガティブなイメージだったり死ぬんじゃねえかぐらい思ってる人多いけど、うん、全然そんなことなかった、うん、むしろやめてよかったって思ってる、うん、まあ、ホームページの制作だったり、あと EC サイト、ネットショップの運用だったりだとか、あとまあそれらに付随するいろんなものをね、ロゴ作ったり、チラシ作ったりをしてはいますね。でもなんかこれが 100% やりたい。まあ、その、なんだろうな。ただ楽しいからやってるとか、だから、なんか、将来的にというか、これからは、そう、シェアハウスを作って、で、そこで、のんびり暮らしたいなーっていうのが、うん、あるね。お金も住まいも、食べ物も、全部ね、人からもらえるよね、この三つって。まあ、食事だったり、服だったり、物だったりっていうの、ものは、まあ、俺がユートにあげれるやん。で、ユートが、俺にくれることもできるやん、お金くれて、食べ物くれて、住まいくれてっていうのはできるんやけど、でもね、一つね、絶対あげるものがあって、それ精神的な健康なんや、うん。心の健康があげれんのよ。はいはいはい。なんか、ゆうとが病んだところで俺は何もできんのよ。なんか病院行ってしか言えん。病院行った方がいいよ。ゆっくり休んでとしか言えない。だから、それだよね。本当精神的な健康、まあ心の健康、いわゆる、は絶対必死すべきだと。高校はもともと公立に行ってたんだけど、公立高校に。で、公立高校、兼部してたね、3つ。兼部できないところだったんだけど、うん、ね、ラグビーと水球と、うん、あと、生徒会みたいな感じで、なんか、実行委員会みたいなところを3つやってて、で、彼女もいて、順風満帆な生活でした。でも、まあ途中で、それも、まあ楽しくなくなって、辞めたんですよね。2年の最後とかに。それで通信行ったって感じ。で、通信卒業して、大学行った、みたいな。幸せだったと思うよ。そう。楽しかったね。なんか真新しい、そうなんだよね。真新しいものがなくなるっていうのもあるから、なんか結構飽き性、だったりするから、うん、そうだから今の仕事もにもつながるんだけど、その一つに固定化せずに、まあ、暮らしもこうやってホテルだったりゲストハウスとかを泊まり歩いてっていうのもあるんだけどね、うん、そういうところにつながって飽き性なんだよ多分。そうだから通信行ってからね、めちゃかちゃしまくって、もうなんかいろいろしたね。なんかもうとりあえずやりたいことを全部やったね。髪染めたし、金とかに、金髪だったんだよね、俺高校生の時。ピアス開けて、ヒッチハイクもその時やったり、通信の時にやったり、うん、あと駅前でなんかフリーハグとかやって、友達と、そう、100人とフリーハグしますみたいな、帰れ待てみたいなことやったりしよったね。法学部に入学したんだけど、それは法学部になんで入学したかっていうと、会社を設立したかったから、で、ツーリズムの会社を設立したくて、で、何を学ばなきゃいけないかなと思った時に、まあ、会社設立、そうだな、法律だな、みたいなの思って、そう、進学した、みたいな感じだね。ツーリズム会社を、昔から自然が俺好きだったから、で、田舎に暮らしてた、時期も結構あって、それで、ツーリズム会社、そういう田舎の町おこし的なツーリズム会社を、そう、作ろうと思ったんだけど、でも、なんかやっていくうちに、なんかそこまでスケールの大きいことを別にやんなくていいなって思って、で、今はどっちかというと、まあ、目標が変わって、会社設立してなんかガンガンやりましょうぜ、みたいなのじゃなくて、もう個人でひっそりシェアハウスみたいな形で、そう、福岡の山奥にも、家借りようとしてるんだけど、そう、そこでね、シェアハウスをやろうかなって思ってね。きっかけは、もう、単に、あれだね、コロナが来て、オンライン授業になって、あ、なんか、これって、
YouTuber と講義変わんなくねみたいな。むしろ YouTuber の方が面白いし、みたいな。教育系 YouTuber。そう。それで、辞めたっていうのもあるし、あと、もともと、その、就職するつもりがなかったんだよね、俺。なかったっていうか、もう就職ちょっと無理だなと思ってたから。うん、だから、それで、大卒っていう資格もさ、就職ってね、少なからず、まだ、ね、見てるところ多いじゃん。うん、でも、就職しないんだあれば、大卒の資格もいらないし、しかも就職をもししたとしても、うん、2年後これやべえだろうなっていう、まあ1年後、2年後、うん、就活市場やべえだろうなっていうので、もうコロナが流行り始めて、速攻で辞めたっていう感じなんだ。うん、最終的に6月ぐらいに辞めたんだけど、うんうん、6月、ね、8月までね、あれができたんだよね。8月までに辞めますか？続けますか？って。今なら4月に辞めたことにできます？みたいな。あ、3月か。3月まで。どうしようかなって迷ってて、そう。で、6月に最終的な退学届を提出したって感じね。まあ、その時怖かったね。でも退学届の数字、さすがに。いやだって今までね、頑張って入って、で、なんかね、いろんな人に助けられてっていうのもあったから、すげえ怖かった、うん。親の反対とかさ。あったあった、あった。あったよ。あった。でももう一点張りだった俺は、うん。うん。決めてから言ってたから、うん。うん。そう。だからよく、そう。なんか親が反対するから、みたいなのを言う人いるんだけど、なんかこれからしてみれば、親に言うからじゃんっていう。そうそうそう。うん。そうそうそう。相談っていう段階で親に。いや、そう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 。それは反対されるに決まってるでしょ。あー、なるほどね。警察がポイ捨てするの、あ、ポイ捨て注意するのと同じだよ。ダメだよ、ポイ捨て。ポイ捨てしていいですかみたいな。うん。いや、それはダメでしょって。だから、その、そう、グレーなところを聞いちゃダメなんだよね、本当は。うん。親がイエスって言ってくれることだけを聞くべきであって。そう、自分が、その、まあ、自分の子供が俺みたいな人だったらちょっと嫌だけどね。なんか、何でもかんでも勝手に決めて、みたいな思うけど。うん。まあ、いろいろ理由は伝えたけど、なかなか理解してもらえなくて、うん、最終的に、で、その時あった貯金で、県外に行ったんだよね。広島に行って、はいはいはい、そう、そこから、倫理書っていうのかな、なんかこう、自分の思いを書いた A4 の、そう、紙を送って、家に送りつけて、はいはい、そう、なんかこういう経緯で、こういう結果で、って、そう、っていう、そう、紙を送ったら、もう親が、ああ、それならもう、いいよっていう。1年後とか2年後とかぶっちゃけわかんないから、うん。まあ、数ヶ月後には、ちょっとシェアハウスを作り始めたいなーっていうのは、DIY したり、し始めたいなーっていうのはある。うん、何？山奥か。山奥にこもります、僕は。おぉ全部リモートだから、オンライン上で仕事できるから、うん、そう。山奥でも一応仕事はできるから、かつ生活コスト下がってっていうの、うん。なんか畑で育った玉ねぎとかを、もぎたてをこう、あーって持ってきて、で、並べて、そのまま食べるって、焼いて。それが、うん。シェアハウスやりたいっていうのもその二つかな。働く時間って週多分5時間ぐらいで、ちょうどいいんじゃないかなって俺は、うん、思ってる。いや、でも全、いや、いけるんよね、全然。そう。なんか、そう。結構、都会だったら確かに難しいけど、田舎で、シェアハウスで、家賃1万で、で、なんかね、食事とかもさ、畑で耕して、で、野菜作ってってすればね、全然実はいけるんよね。3、4万で。3、4万なんか今ね、もう楽勝で稼げるじゃん。クラウドワークスなんかね、もう素人でもできる案件ゴロ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 転がってるじゃん。あ、だから高校生とかいるよ。ええー。うん、俺、
そう、前ね、そう、俺動画の制作をね、お願いしてた子がいて、その子は高校生だった、高校3年生で、やれることから始めたっていう感じに近い。何をしなければみたいな考えない方がいいんじゃないかなって俺思ってさ、何でもいいと思うよ。動く。物理的に。手を動かす。動く。俺の口癖、金かけずにやれることたくさんあるよっていうのは、もうくどいほど言ってる。はいはい、そんななんか、20万とか30万とかかけて教材買わなくても、YouTube あるじゃん。本もらえばいいじゃん。ブックオフ行けよって。